こんにちは、森本です。まずですね、最近熱中症がとても増えています。人との十分な距離がある、最低2メートルあればマスクを外しても大丈夫ですので、呼吸が苦しくならないように、熱がこもらないようにマスクを外せるところではしっかりマスクを外しましょう。あと喉が渇いていなくてもしっかり水分補給をするようにしてください。最近ではですね、ソーシャルディスタンスではなくてフィジカルディスタンスという言葉が使われるようになっていますので、意味は大体同じですので注意しましょう。皆さんですね、マスクをそもそもする理由ってご存知ですか？ここ多くの人が誤解しているところなんですけれども、マスクは今のところ研究が進んでいる現代においてもですね、予防に科学的な根拠があるというのはまだ証明されていないんですね。今となってはですね、街中どこでもほとんどの人がマスクをしてますよね。これって多くの人はおそらく予防のためにマスクをしていると考えているのかもしれません。じゃあなんでマスクをするように WHO とか厚生労働省とかね、専門家会議などの医師たちが言っているのかと言いますと、新型コロナ以前までの時にはですね、基本的に咳とかくしゃみなどの症状がない人はマスクをする必要はなかったんです。その理由はですね、例えばインフルエンザ、これ咳や熱などの、関節痛などの全身症状なども出てきますけれども、大事なのは発症する時期と感染のピーク、この時期なんです。インフルエンザはですね、感染力のピークが発症の後なので、熱が出たり咳が出てからマスクをすれば他の人にうつさない、うつすリスクが減るというわけです。同じコロナタイプウイルスの SARS もですね、発症してからその後に感染性のピークが来るので、これも同じように咳や熱などの症状が出てからすぐにマスクをすれば他の人にうつさない、うつすリスクが減るというわけです。ただしですね、今回の新型コロナウイルスは感染性のピークがですね、発症する2日前という報告が多く上がっているんです。これが今までのインフルエンザや SARS など他の呼吸器感染症と違うポイントです。もし今回の新型コロナウイルスもですね、感染性のピークが発症の後、つまりインフルエンザと同じような経過をたどるのでしたら、無症状の人がマスクをつける意義は少ないです。つまりですね、無症状の人でもマスクをしなくちゃいけないのはその人が感染している可能性があるからなんです。もしその人が絶対に感染してないんでしたらマスクをつける必要はないです。なぜなら他の人から自分にコロナがうつされるのにマスクは予防効果はほとんどないからです。ですので神戸大学の感染症教授の岩田健太郎先生も、リスクが低いところでは全くマスクをしてないと自分でもおっしゃっています。今でも、そういった感染症の権威の先生たちはマスクの予防効果あるとは一人も言っていません。ですので、デマには注意しつつ、科学的根拠ある医療知識を持っていきましょう。今日も感染が拡大してますので、誰がかかっているかわからない状況です。特に都内に住んでいる人は、ハイリスクエリアですので、そういったハイリスクエリアにおいては、誰しもがコロナを感染している可能性があるので、そういう人たちはマスクをしましょう。またですね、普通の咳やくしゃみなどなくても普通の会話、呼吸、この呼吸においても、飛沫を広げてしまうっていう、報告も上がってます。普通に呼吸をするだけでも、飛沫っていうのは出ることが、証明されてますので、マスクはするようにしましょう。少しでもためになったと感じられましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご清聴どうもありがとうございました。